待って待って、みんな戻ってこれたかな、皆さん。あ、これか。ちょっと待って、もう一回呼び戻そう。みんなあ、ごめん、間違っちゃった。あのランキング読み、ランキング読み忘れました、ごめんなさい。一回戻ってきて、みんなごめんね。じゃあランキング読みます。ありがとね、ごめんなさいね。じゃあランキング読ませていただきますね。1位北郎さん、ありがとう。2位もももちゃん、ありがとう。3位ぐーさん、ありがとう。4位松尾さん、ありがとう。5位ヨウジ、ありがとう。6位ハムちゃん、ありがとう。7位ソニーさん、ありがとう。8位ミナト5歳、ありがとう。ミナトくん。9位オックン、ありがとう。10位アサヒさん、ありがとう。11位 Z さん、ありがとう。12位コウスケ、ありがとう。あ、待って、最悪変わった。うわ、やば、ごめんなさいね。じゃあもう一回いきます。1位キタロウ、ありがとう。2位もももちゃん、ありがとう。3位グーさん、ありがとう。4位ハムちゃん、ありがとう。5位松尾さん、ありがとう。6位ヨウジ、ありがとう。7位ソニーさん、ありがとう。8位ミノトくん、ありがとう。9位オックン、ありがとう。10位アサヒさん、ありがとう。11位ユウサク、ありがとう。12位ゼットさん、ありがとう。13位コウスケ、ありがとう。すいません、ありがとうございましたごめんね、ありがとうね、本当に。これで本当にさよなら、ありがとう、またね、バイバーイ。後ろに公開されたね、カットの写真たちが後ろにいるんですけど、ありがとうございます、嬉しい。はい、ということでこの番組はですね、12月5日発売の大森魔法ファースト写真集についてのお話をいろいろしていけたらなと思うので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。そう、まずですね、この特別記念配信は2回目なんですけど、今日でね、まずね、あの番組、この時これのハッシュタグを、前回はハッシュタグ大森魔法ファースト写真集にしたんですけど、まだね、そう、前回もだったんですけど、まだあの写真集のタイトルとか皆さんに公開されてないので、今回も同じくハッシュタグ大森魔法ファースト写真集でたくさんこの番組の感想など、そして写真集のなんか楽しみとか、写真集への期待のコメントなどなど、皆さんからのそうコメントを SNS でたくさんこのハッシュタグを使ってつぶやいていただけたらなと思うので、ぜひツイートとか X かポストかポストしてください、お願いします。はい、ということで、わかるよね、ハッシュタグ大森魔法が漢字で、1があの数字の1、ファースト ST 小文字の ST で写真集漢字です。はい、まあ結構私は SNS とかでね、もう使ってるので、めっちゃそれでたくさんお願いします。はい、ということでですね、はい、これですよ、この日のために、このショールームをご覧の皆様のためだけにサプライズプレゼントを用意しました。そう、ちょっとね、あの昨日あのサンプルってたくさん書いてある画像をね SNS に載せたんですけど、画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと、特典として生写真を漏れなくプレゼントしちゃうということでですね、今回の絵柄はこちらです。じゃじゃーん、このあのサイズの生写真が特典なんですけど、ちょっと大きい見やすいやつに、あの見やすいやつをいただいたので、じゃーん、こちらです。イエーイ、嬉しい、みんなが盛り上がってくれてる、イエーイ。そう、ドドーン。はい、こちらはですね、浴衣を着ておでこを出している、そして髪の毛を下ろしているという、結構レアなね、なんて言うんだろう、あんまやったこと、人生で初めてですね。浴衣って結構そう、髪をアップにしたりすることが多かったんですけど、私も珍しくこのストレートおろしっていうんですか、でおでこも本当になかなか出さないので、そう、めっちゃ激レアな、すごい、結構なんて言うんですか、爽やかな感じで、はい、そんな一枚となっております。これもね、結構何種類か、このショールームの特典何種類かの中から選んだんですけど、これも私が選びました、これがいいと思って
そう、なんかレア感もあるし、なんて言うんだろう、そうだな、うん、あと横結構縦が多い気がするから、横って結構なんか珍しくてこの価格好きだなって思ったので、結構いろいろ総合的に含めてこれを選びましたそう、嬉しい、ありがとう。このサイズです、本物は。いやいや、なのでぜひね、今回だけの、これは本当にこのショールーム配信45分間以内だけの激レア特典となっておりますので、今のうちに画面のカートボタンを押してショップルームにてご予約をお願いします。そう、さっきもなんか飛んでたってことは買ってくれた人がいるってことですよねありがとうございます、嬉しい。でも本当にめっちゃこれはお気に入りの写真でもあるので、ぜひ皆さんには絶対ゲットしてほしいので、お忘れなく、お早めにお願いします。あ、嬉しい、飛行機が飛った、ありがとう。はい、ということで、お早めにね、いつでも、まあこの後はあと45分間くらい、そう、いろいろ写真集の話などなどしていきたいと思うんですけど、まあみんなも聞きたいこととかあったら、なんか気軽にコメントとか書いていただけたら、そう、全部読んでるので、ありがとうね、嬉しい。そうなんです、まずまあこの間ですね、先行カット第2弾が公開されたじゃないですか。見てくれましたか？先行カット第2弾はお風呂の写真、タイルのね、旅館でね、旅館のお風呂をお借りして、結構風情のあるというか、タイルのいい感じのお風呂で撮影させていただいたカットと、あとね、赤水着 の、 ラーメン食べてる、ラーメン食べたんですよね赤い水着の時、そう、ラーメンとかかき氷とか食べて、海を背景にとか、あ、すごい、そっか、まだね、知らない方も、これ初めましてっていう方ももしかしたらいると思うので、すごい大前提からお話しさせていただくと、今回の写真集はですね、新島と式根島というところで撮影させていただきました。そう、私ね、島、結構エッセイを書かせていただいたりしてて、島にすごい、なんて言うんだろう、なんか感じるものがすごく、シンパシーを感じていたので、こう島って、撮影島ですって決まった時に、うお、なんかすごいしっくりきたのと、あと、なんだろうな、すごいこの新島と式根島がすっごいいいところで、すごいいろんな島にね、行かせていただく機会が最近ねあったんですけど、その中でも特に自分的にすっごい好きだなって思って、そう、なんかね、結構いろんな本当にところで撮影させていただいたんですけど、全部ね綺麗だし、海も、あとご飯も美味しかったし、そう、なんかね、東京の島なんですけど、飛行機で1時間くらい、調布飛行場っていうところから1時間くらいでこう着くんですよ、新島は。そう、だからすごいね、結構皆さんも観光地としても多分有名なところなんですけど、私はその島で夏休み真っ只中にきっと撮影させていただいたんですけど、すごい本当になんか、なんて言うんだろうな、なんか現実なんだけど非現実みたいな、だけどなんか幻想的みたいな、で自然であり自然みたいな、すごいね、すごい、なんかすごいね、言葉で表せないのでぜひ写真集を見てほしいんですけど、そう、素敵な空間で撮っていただいたので、ぜひぜひそこもお楽しみにしていただけたらなと思います。まあそんな中で、そのさっきね、この間の第二次先行カットで、そう、いろいろね、また新しく公開させていただいて、で3つ目が制服風衣装で、そう、あれ結構ね好きっていう方多かったね。そう、私最初にこの初めてね、その写真集決定しました、どんな感じで撮りたいですかって打ち合わせがあった時に、なんかまあもう私今年25になるから、でも私こう今まで、私結構アイドル の、 その写真集とかもずっと好きだったから、見るのとかも、で
あの制服ってやっぱ結構みんなやるじゃないですか、制服なんかセーラー服とかで、ね、エリちゃんとかもやってたし、あと私ミルキーさんの写真集とか好きで、そう、それに憧れて私もやりたいなーなんてできたらなーなんてポロッと言ったんですよ。 そしたらそうすごく、それをね叶えてくださって、そう私はね今回は結構なんか昭和レトロみたいな感じの、結構なんて言うんだろうな、セーラー服とかじゃないけど、そのんーなんて言うんだろう、ちょっとレトロな感じのちゃんとスカートも長いなんすごい真面目みたいな、真面目女子高生みたいな、そう女学生の感じで、あの制服風衣装で撮らせていただいたの でその撮影がそうめっちゃ朝だったんです。朝起きてすぐ船に乗って、船でも撮影したし、あと着いてからの港とかでも結構撮影したりして、そうなんか船、あの新島から式根島に移動する船でその制服風衣装で撮影したんですけど、結構まあ揺れた揺れたから結構その酔わないか心配だったんですけど、無事ねなんとかその式根島までたどり着いて、そうすごい結構その朝のしかもめっちゃいい天気だったんですよ、その2日目その日が朝から、だからすごいなんかその光の加減とか海がめっちゃ綺麗に透き通ってる感じとか、すごいいい感じに撮れたんじゃないかなって思うので、まあ先行カットでもね、あの見たと思うんですけど、他にもいっぱいいいカットがあると思うので、ぜひそちらの方もお楽しみにしていただけたらなと思います。そうで、まあこんな感じですかね、第2弾の先行カットは。うん、そう嬉しい、そう船酔いの心配あったから、でも一応ね酔い止めもちゃんと常備して おりましたので、そうなんですよね。あと何かな、でもまだ解禁してない衣装も何着かあって、そうなんです、まあまあすごいお楽しみにしててほしいんですけど、まだねその衣装見せれないけど、その衣装で何したか、まあまあ一個はもう皆さんね、その公開、私が写真集出しますって解禁された時からずっと気になってるであろう、あのうさぎブラっていうね、ずっともう握手会でもめちゃめちゃ言われました、どういうことってそうずっとねみんなが楽しみにしてくれてると思うんですけど、そうまあまあまあそれもありますし、あと大人っぽいね黒のママね、そうそうそう言っちゃいそうになるけど、まあ、大人っぽい衣装でも撮ったし、あととある衣装で久しぶりにバスケをしました。ちゃんとした体育館でバスケとソフトボールとか結構運動したところも撮ったりしたので、そう、その衣装はまだね公開されてないので、そちらの方も楽しみにしててほしいです。あ、そう、あと赤い水着のね衣装で海を泳ぎました。ちゃんとしっかりめちゃめちゃ奥まで泳ぎました。でもやっぱ撮影中だから髪の毛全部濡らすわけにはいかないじゃないですか。そう だけど結構奥まで行ったら急にね深くなったりもする海だったので、めっちゃ頑張って犬かきで泳いだり、なんかすごい楽しかったです。自由に本当になんて言うんだろう、もう撮影ってことを忘れるくらい自由に楽しんで海をそう、そんな状況のね時を撮影していただいたので、すごい素の私がね写真に残ってるんじゃないかなって思いますそう、え、私めっちゃ犬かき上手なんだよ。すごいスタッフさんにもたくさん褒めていただいたんです犬かきが上手って。そう、あ、そうかき氷ね、そう食べたりとか、そうラーメンも完食しましたからしっかり。そう あそこ結構ね、それも午前中のそれも撮影だったのかな、でその後ちゃんとご飯食べたり結構
をしたんですけど、だからなんかその食べ過ぎてちょっとお腹出ちゃったんじゃないかなっていう自分の中の後悔はあるけど、まあそれもまた思い出ということでね、すごいたくさん食べれて幸せな撮影でした。美味しかった。人生なかなかないよ、水着のままラーメン食べて海辺で。そうね、そうそう大丈夫、犬かき得意なんで。そう、ぜひね楽しみにしていてくれたら嬉しいです。そう、え、そう、小麦抜いてたからねダイエットで、だからラーメンめっちゃ久しぶりだった、その時のラーメンが。そう、その時の感動は忘れられませんね。うれしいって。あと醤油ベースの本当にザ・ラーメンみたいなラーメンだったから染みた、美味しくて。そう、楽しみにしててくださいということで、まああと何かある聞きたいこととかあればいつでもコメントで。あとはそう、この間ね締め切りですってたくさん SNS で言ったと思うんですけど、11月4日のイベント、11月4日祝日月曜日に先行お渡し会があります。でこちらですね、当日券もなんと多少出していただけるということで、店舗で直接購入もできますので、なかなかねその時買えなかったとか、あと その日になって急に行ける予定になったよとかいう方がいたら、当日ぜひお越しいただいてイベントお待ちしております。そう、東京です。11月4日は渋谷です。そうなんですよ。そう、当日券も多少ありますので、ぜひ店舗までお越しいただけたら嬉しいです。でその11月4日のイベントはね、当日お客様の中から抽選でトークショーを行わせていただくんですけど、その時に、なんかねトークショー何しよっかなって今考えてる最中なんですけど、まあ、みんなが聞きたい話とかあったらそれぜひ教えてほしいのと、ね、なんかゲームとかみんなで一緒にできたらいいなって思うので、そういうなんかおすすめのゲームとかこういうのいいんじゃないみたいなのあったら、今コメントでも後日とか SNS の何コメント X のポストとかでもぜひぜひたくさんの案をお待ちしてます。そうね、トークショー撮影可能なのかな、まだ決まってないんですけど、多分カメラとかはどっちにしろないかな、カメラ持ち込みとかはなしかなっては思ってます。そうで、その時になその時にまあなんかゲームとかみんなでもしできたらいいなと思ってて、その何かしらのその特典、何かまだするかは決まってないけど、何かで前回もさこのショールーム特典の特別のね、はい、生写真、こちらこれが第1弾だったじゃないですか。これ前回買ってくれた方ありがとうございます。これのこれ私が今持ってるこのパネルと、今ね今日初めて出したこのパネルとかにすごい綺麗に作っていただいたので、こう自分の私のサインとかを入れて、まあなんかゲームで買った人なのか何かでね、プレゼントとかそのトークに当たった方からなんかプレゼントとかしたいなって考えてるので、はい、ぜひそれもねお楽しみにしておいていただけたら、めっちゃ綺麗なんだよ本当に、何回でも見せちゃう。そう、これめっちゃすごいね、本当パネル展レベルの素敵なパネルを作っていただいたのでね、せっかくならね皆さんの元へと思って、そうぜひぜひ、なのでトークショーの方もいろいろ企画とか考えてるので楽しみに
していていただけたらなって思います。確かにそれ持って電子が確かにね、これもし当たった方ね、これ布教してくださいね、帰り道はい、ありがとうございます。お楽しみにしててください。あともう一個ね、みんなに考えてほしいっていうか一緒に考えようっていうのがあって、あるじゃないですか、イベントの一言動画のメッセージ、先行イベント、そう、なんか3つくらいのセリフの中から選んで、それを選んでこう動画撮れるっていう感じになるんですけど、これめっちゃ多かった、でもどんな感じですかって、これ次第ではまあなんか写真集買い足しますっていう方とかもいたくらいなのですけど、そう、まあ例えばなんか何々さんおはよう、今日も一日頑張ってとか、なんかそう、何々さんお疲れ乾杯とかでもいいし、なんか私らしい私らしい文言でもいいし、なんかみんなが喜んでもらえることもなんかね3つあるから、いろんなジャンルがいいよね。アラームに使えるやつ、そう、そういうのも でもいいよね、甘々なやつとか、なんかそういうほんと一言で、まあ、名前も入れれるので、そうね、せっかくだからなんかこういうのがいいっていうのあったら教えてください。そう、なんでも、でも3つあるからやっぱ全然違う3つがいいんじゃないとは思ってます。そう、うん、そうね、その場でこの3つの中から選べるって感じ。うんうんうん、なんかそう、ここに案なんですけど、一応ね、なんか例えばおはよう、おやすみ、お疲れ様、頑張ってっていう、なんかその単語だけ決めて、おはよう何々さんで、まあ私が頑張ってとか、なんかちょっと強めでって言ったら頑張れとか頑張れよとかそういうなんかね、そういう感じで、そうなので、ぜひ皆さんリクエストお願いします。そう、名前入れます。部によってセリフ違う、部によって、部によってどうだろう、どうですかね。あ、同じです、同じ。でも3つの中からどれか選べる、うんうん、実殺権の人の、そう、特典の、実殺権の方の特典の、一言動画が3択になります。うんうん、そう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 、うん、なのでまあリクエストあったら、うん、楽しみに。動画って、ん、特典で動画つくのって挑戦校イベントの時だけだっけ。そうだったかな、どうだ、12月も動画あったっけ、あったっけ。うん、当日券で買い足した分も写真集は郵送で OK？ 多分その書店で買ったら、なんかその何円でしたっけ、ありましたよね、何円以上、あ、なしだって、動画11月4日だけです。なのでまあ11月4日当日券も多少出るということで、これ買い逃したって方はぜひぜひぜひ当日待ってます。そう、多分ね、書店でなんか、そう、11月4日は写真集はまだで、そう、あ、そう、写真集はまだだから、どっちにしろ全部郵送で、そう、送っていただけます、店舗にその日当日で来ていただいた方も。なので特典だけはその日受け取れて、後日郵送で写真集はお家に届くっていう感じになります。そう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 、はい、そうです、うん、
なのでまあそのぜひぜひ三択で何か考えれたらいいなってね思います。あ、そう、いいコメントですね。はい、来ました。フォトブックのヒント欲しい。はい、ということでここで初出し情報、フォトブックを、実冊検討店のミニフォトブックをですね、ちょっとだけここでお見せしちゃいたいと思います。パチパチ、イエイエイエイ。はい、こちら、ですね、英語サイズに、あ、ちゃちゃちゃ、英語サイズになっておるんですが、まあ、このミニフォトブックも結構なんかどんなんか写真結構選んだんです。選ばせていただきました、私が。なので、あの表紙もね選んだので、今日は、実冊検討店のミニフォトブックの表紙を特別に公開しちゃいたいと思います。こちらです。じゃんじゃーん、こんな感じになってます。こんな感じの、このシャワーっていうのかな、水を浴びてる夏らしい素敵なねショットになってます。はい、まあ結構本当にいい、もうめちゃめちゃボリュームもあるし、ちゃんとすごい、これ絶対欲しいって思うフォトブックになってますので。そうね、英語サイズっていうのもねいいよね、このサイズで。ぜひぜひぜひ、10冊券の方限定、この日、これも11月4日のイベントだけですので、これがもらえるのもぜひぜひで、3種類の生写真もあるということで、それはまだ決まってないので、それはお楽しみにしててください。そう、まだ買える、もう11月4日の分は買えないので、でも当日ね、多少こう当日券も出るということなので、11月4日、渋谷にぜひお時間ある方は来ていただいて待ってます。そう、めっちゃ可愛いからね、お楽しみに。そう、 HMV さんで、渋谷の HMV さんで特典会をします。待ってます、渋谷に集合でもあっという間だからね、もう11月4日。うん、そうなの、フォトブックはその場でもらえる、その場でもらえます。なのでちょっと一足早いね、本当に写真集をちょっと堪能できるみたいな感じで楽しみにしておいてください。はい、そうですね、まあここら辺でもう一回ちょっと告知をね、大事な今日だけなんでさせていただくと、はい、こちら今日だけの特別な45分間、もうあと何分になっちゃったんだろう、こちらですね、この時間だけのショールーム購入特典、この絵柄です。ぜひこの今日のこれだ、この時だけの限定生写真なので、今のうちにこの画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと、特典としてこの生写真がプレゼントされますので、特典ぜひゲットしてください。あ、あと20分くらいなのでね、ぜひぜひ、あと20分でもうこれは二度とゲットできなくなってしまうので、ぜひこれです。現物は、実物ちょっと出しちゃう、こんな感じ、このサイズ感の私が選びました。でしょ、いい写真でしょ。そう、結構候補あったんだけどこれにしました。私もねこの写真すごい好きなの。なんか結構ほんと、このちょうどこの写真を、この浴衣でね写真撮っていただいてる時間帯が結構ほんと、日が落ちてくる時間から沈むまでをこの浴衣で撮っているので、すっごいいい写真がたくさんあると思います。ちょうどだからこれも日落ちるか落ちないかくらいじゃない、ちょうど。そうで、
この衣装で花火もしたんです。なんとこの道なんて言うんだろう、ここ防波堤、ここが海で桟橋、そう桟橋をね、桟橋でたくさん撮影したんですけど、桟橋のね結構この橋の方とかも行って、そこで花火をしたりとか、めちゃめちゃエモい、なんかエモいですよ本当に。なのでこれねめっちゃぜひぜひ本当におすすめ、なんていうの、お気に入りです。楽しみにしててください。他のカットもその中でもこれすごいいいので、ぜひこの特典を今のうちにゲットしてください。そうね、素敵な写真だよね、嬉しい、うん、そう線香花火もしましたよね、いろんな花火しました。そうなんですよ、あと15分で終わってしまう、あっという間なのでね、ぜひぜひ。そうなんです、お今来たから急いで買います、ありがとう。そう15分でもうなくなるので、嬉しいな本当に、このパネルお気に入り。全部で何種類着替えたんですか。全部で16とか、全部で16くらいだった気がする。そうね、全部で16です。そううんうんうん、そうですね。でもそう、あのさっきねまだ公開されてないのでバスケしたって言ったんですけど、そう他にも、まあ、またこれは違う衣装で、あのカヤックに挑戦、初めてかな私カヤックしたの、カヤックしたんです。あすごい購入してくれてる、ありがとう。そうなんですよ、カヤックして、そう透明なカヤック乗ったんです。だからめっちゃ下が本当に海、そう海の中が見える、そうシーカヤックで、めっちゃ自分でねこうやって漕いで、めっちゃ楽しげ、ずっと多分めっちゃ笑ってたから、なんか心配、ちゃんとした写真あるか、ずっとめっちゃ嬉しくてずっと笑っちゃった。そう楽しかった、透明なカヤックなんです。だからそれもねぜひ楽しみにしててほしい。そうめっちゃ遠くまで行きましたもんね、行ったんです遠くまで。で私が一人でさ、こうやって透明のカヤックしてさ泳いでって、もう一個のあのカヤックでカメラマンさんとあの指導し、最初指導を受けて、いやちゃんと乗ったんですけど、そう指導してくれた方がこうもう一個のカヤックで写真撮ってくれたりとか、そう結構面白い撮影だったので、それも楽しみにしてほしいですね。そう結構ねうまいと思うよ私。カヤックも上手にできました、はいありがとうございます。あとなんだろう、話してないことないかな。あじゃあ質問コーナー行きましょう。質問コーナー、質問なんかある方いますか。質問、写真集に関する質問を中心に答えていきたいと思うので、ぜひコメントください。うん、チェキのポーズは指定できるのですか。どうなんですかね、なんかでも物、あのねそう一つあの質問があって、ファンの方がこう、まあ、縫いを持って撮りたいとか、まあ、うちは持って撮りたいとか、そのファンの方があの持つ分には大丈夫ですけど、私はそう私に渡して私が持つってことはその時はできないっていう感じになる、なります。ポーズ
どうなんだろう、まあ変なのとかなければあのそう変なのとかなければ大丈夫ですはい、変なのしようとしたら多分あの大人の方が止めに入ると思うので、基本はあの可愛いハートとかいろんなハートとかなんか一緒にこうハートとか、そう基本なんでも大丈夫です。ハート作りたい、いいね、うんうんうん、そうそうそう。当日券は一冊券のみですか？いやそんなことないです、全部全部のところに当日券が足されるので、あの10冊券買えなかったよとか、そうフォトブック欲しかったとか動画撮りたかったっていう方でも当日券がありますので、ぜひぜひ当日来ていただけたら嬉しいです。うんうん大丈夫、うんはい、なのでそれはお楽しみにしててください。ポスター気になる。ポスターは私は見たんですけど、まだまだまだ見せれませんけど、私は見たんですけど、めっちゃ爽やかで、めっちゃいい、めっちゃいい、爽やかって感じ。なんか朝起きた時にパッて目に入ったらめっちゃいい一日を始められそうみたいなポスターです。なのでお楽しみにしといてください。 A3 のサイズになってます。はい、結構しっかりちゃんとポスターなので、あの遠距離だよって方もポスター部屋に貼ってもらって遠距離ポスターできると思いますんで楽しみに。そう A3 大きいよね、ちゃんとポスターだよ、めっちゃいい、本当になんか書店とかで飾られるような素敵なポスターになってます。わあと10分、あすごい、さっきも買ってくれた方がいる、ありがとう。あと10分で配信終わっちゃうので、ぜひぜひまだこの今回だけの特典の写真集特典、これゲットしてないよって方はこの下にあるカートから購入してください。これがもらえます、この時だけの。じゃーん、ね、時間経つの早いね。うん、そうなのでお楽しみに。はい、うん、ありがとうね。あ、嬉しい、飛行機ありがとう。そう、この時だけですからね、今日だけなんでね。うん、そう、あとなんかあるかな、質問。サインはその場じゃないですよね、あのね、たくさん大量に一気に書く日をもう作ってありますので、もう手をまめにしながらも気持ちを込めて皆さんにサインしたいと思うのでね、ぜひお楽しみに待っててください。そう、サインも頑張ります。そうそうそうはいね、でもそれもすっごい楽しみ。なんかもしかしたらだけど、そのサインしてる時とかもなんか配信なのか何なのかできたら、そうインスタグラムでインスタライブをできたらいいなーなんて思ったりもしてますので、そのサイン書きの日もぜひ、その日があの皆さんに言える日が来た時に告知すると思うので楽しみにしててくださいそうインスタライブする予定です。確かにサインに当たりつけてほしい、そういうのもなんか楽しそうやろうかな、インスタライブとかしながらそういうのもなんか考えながらやりたいなって思いますね。たまにレアサイン混ぜてください、そうするてか普通にさ、なんか結構私あのコンサートでもたくさんサイン書く時とかあるじゃないですか、そういう時あるあるなんですけど、なんか自分のサインだけど書きすぎて間違えちゃうとか結構あるからね、そういうのもレアだったりなるべく間違えないように頑張るんですけど間違いがちなので自分のサイン、
そう、写真集はね、ほんと一冊一冊、あの一個のカードってわけにいかないから、一冊一冊とんでもないね、あの全部が関わってきますから、一個間違えたら、間違えたやつ欲しい、頑張ります、間違えないように。なので、あのお手柔らかにそうそうそう、そうなんですよ。あとなんかあるかな、うん、楽しみだよね。あ、そう、あの衣装とかね、どんな感じですかってさっきコメント聞いたんですけど、11月の方は衣装決めました。楽しみにしてて、私は結構フリフリな、結構可愛い可愛い、なんか結構フリフリな感じでいきます色言っていいかな、別にどんな衣装の色か。11月4日のイベントはミントグリーン の、 あのふわふわな可愛いコニョッキリボンがついてる衣装に決めたので、ぜひぜひ楽しみにしてください。結構その髪型、そうチェキとかのやつで全部変えれたら変えようっていう話なので、いろんな髪で髪の毛すると思うので楽しみにしててね。そう、うん、そうレアだよね結構。やばい、あと5分だって、あと5分ですよ皆さん。そうということでね、5分、あと5分で買えなくなっちゃうので、最後かな、この告知が、告知っていうかこの何宣伝が、このはい、ショールーム限定特典、こちらがあと5分でもう二度と手に入らなくなる特典です。こんな感じでめちゃめちゃお気に入りのカットの生写真になってるので、ぜひあのこの画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集のご予約をお願いします。そうするとこの生写真が特典ついてきます。お楽しみにしててね。はい、12月と1月もですね、あの皆さんイベントあるので、ぜひそちらも、詳しい情報は、あ、12月7日土曜日、東京秋葉原初戦ブックタワーと、1月13日祝日月曜日の大阪 HMV&BOOKS心斎橋での発売記念イベントがまだまだご予約受付中なので、ぜひまだね、今回のこの11月も行くよって方でも、その時取れなかったよって方でも、この今の配信見てイベント行きたいくなったっていう方も、ぜひぜひ予約受付中なので、予約待ってます。はい、ということで、あのイベントの、あ、そう、あとね、アマゾンさんと楽天ブックスさんとセブンネットさん、星野書店さんでも各所限定絵柄の生写真特典付きでご予約してますので、あ、やばい、あと3分なっちゃった。はい、あのご予約などは写真集 X 公式 X のプロフィールのリンクツリーから、全部ね、あのそこから選んで買えるので、そこまずそれをねフォローしていただけたら、もう何でも買えるかなと思います。ぜひイベントの詳細もイベント告知ページでご確認お願いします。ということで、あっという間にエンディングの時間になっちゃいました。え、アマゾン完売してたの？そうなの、嬉しい。でもきっとあります、まだ完売ありますのでぜひぜひあのご予約してください。そう、いっぱいね特典あって迷っちゃうと思うんですけど、本当にどれもね、もうね本当に今後二度とないと思うので、こんな素敵な機会は、なのでぜひあのこれを機にゲットしていただけたらいいなと思います。ということで、今日も本当あっという間だったんですけど、皆さん配信も見てくれたりコメントしてくれたりありがとうございました。最後にスクショタイムしよう。やばいよ、あと5分とかで終わっちゃうんだ、早いね。じゃあ、あと5分でこれも買えなくなるということで、これ持ってせっかくだからスクショしようかな。これがいいかな、スクショタイム。うん、撮れたんじゃない？撮れましたか？
はい、ありがとうございます。ということで、はい、このイベントもいっぱいこれから盛りだくさんということでですね、ぜひ楽しみにしてください。感想は X でポストしてください。ハッシュタグ大森真帆写真ファースト写真集です、お願いします。はい、ということでもう終わり早い、駆け足になっちゃったんですけど、本当にありがとうございました。イベントもあっという間に11月なので楽しみにしてます。最後までご覧いただきありがとうございました。あと、じゃあ本当にもう締め切っちゃうからね、大丈夫大丈夫ですか、もう本当にこの生写真あと30秒だよ、あと30秒で買えませんよこの特典。大丈夫ね、みんな忘れない、忘れないなく、はい、予約、ここで予約したら急げー、さすがにもういないか、あ、なんか一人誰かありがとうございます、嬉しい、はい、ということでありがとうございました。楽しみにしててね、また随時いろんなね情報も解禁されていくのかもしれないので、あの公式 X とかに貼り付いててください。楽しみにしててね、バイバーイ、ありがとう、またね、切るよ、あ、すごい最後にありがとうね、バイバイ。